今日はこれで予定は終了ね。研究所へ戻りましょうか。あれ、アキレウスじゃない。はあ、たトレーニング中みたいね。足を鍛えてるのは弱点の克服なのかしら。よくわからないけど、フォークロアにはトレーニングの効果があるのかもしれないわね。今度ドクターに聞いてみれば。アバターは現実に体があるから必ずリアルの身体データが元になるんだけど、それだとアリスで鍛えてもあまり効果はないでしょ。せいぜいイメトリになるくらいね。おーい、ねえ、やっほー。今日は二人揃ってどうしたんだい。トレーニングしに来たとか。違うわ、研究所の用事の帰りよ。じゃあさ、もしこの後フリーなら自分のトレーニングを見ててくれよ。練習でも応援席に人がいると思えるだろ。うん、そういうものなのだ。ありがとな。じゃあちょっと走ってくる。走り早すぎて見えなかったろ。本当すごく早いわね。伝説を目の当たりにするとあんな話が成り立つとはとても思えないわ。有名なパラドックスの話よ。アキレウスが 100m 先の亀に追いつけないって内容。自分がカメに負けるわけないだろ。例え話でも何でもありえないね。誰だよそんな話したやつ。そうだ、じゃあカメより速い君と自分が競争すればいいじゃん。そうすれば自分の方が絶対速いって証明できるし。難しいこと言ってカメが速いって言ったことごまかそうったらダメだからな。とにかく 200m 競争だ。 100m はハンデをあげる。勝負の日はまた連絡するし。それから後でやる気なかったとか言い訳されたらムカついちゃうからこうしようじゃないか。負けた方は勝った方の言うことを何でも聞くんだ。本当にだぞ。自分が勝てばすんごい命令を言っちゃうんだからな。その時に泣いて謝っても遅いんだからな。逃げるなよバーカ。なんかすごい早合点だったわね。とにかく余計な話振ってごめん。それは謝っとく。勝負についてはうん、まあ頑張って。